どうも、ちぬこチャンネルです。今回はジムニーにガラスコーティングをします。納車されてから数ヶ月経ちますが、すっかり忘れていました。花粉や黄砂がボディに付着したままだと取り返しがつかなくなるので、慌てて業者さんに連絡しました。ジムニーカスタムはシリーズ化していますので、ご興味のある方はチャンネル登録をお願いします。今回お世話になるのはキーパーラボ松坂店さんです。せっかくコーティングするなら撮影できないかなと思って頼んでみたところ、特別に許可をいただきました。あ、こんにちは、お願いします。はい、すいません、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、あ、失礼します。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。コーティングで、はい、種類がいっぱいありますよ ね、はい、ちなみにエコプラスダイヤモンドキーパーは何が違うんですか？ここのガラス被膜っていうのはあのダイヤモンドキーパー、ダブルダイヤモンドキーパーと同様になるんですけど、はいはい、こちらのエコプラスレジン被膜っていうのがこのレジンとは違う構造になっております。雨でも汚れが落ちるので、うん、洗車の回数が減るっていうのと、今この洗車の回数を減らすことによってこの SDGs で、あ、あのそういうことか、はい、あ、それでエコプラスになってるんです。そうですね、エコになってます。あ、なるほど、はい、そっか。ちなみにジムニーだとサイズは何になる？2018年以降ですと、はい、こちらの S サイズになります。 S サイズ、結構樹脂パーツが多いんですけど、はいはい、樹脂の部分もやった方がいいですよね、はい、SUV 系とか、はい、今こう無塗装の部分の樹脂 の、うんうんうん、あの変だが増えてきていて、で、ね、はい、でコーティングしてもらうとこの紫外線、はい、あの UV カットができて、はい、この樹脂フェンダーキーパーがあの埋まりします。わかりました。そしたら、はい、じゃあちょっと樹脂の方も、はい、はい、かしこまりました。ではエコプラスのダイヤモンドキーパーと樹脂フェンダーですね、はい、うん、はい、大体どれぐらいの時間かかります？そうですね、はい、作業時間ですね、はい、およそですね4時間から、はい、あのスタートになりますので、わかりました。はい、あの状態を見て施工させていただきます。はい、すいません、お願いします。はい、はい、ではお預かりさせていただきます。はい、すいません。はい、花粉と黄砂がびっしりついています。花粉は雨で濡れるとペクチンというネバネバ物質が排出され、ボディ塗装に吸着してしまいます。また黄砂はザラザラと擦れて傷つきの原因になるばかりでなく、雨などで濡れて固まりシミの原因にもなってしまいます。お車の状態にさせていただきます。はい、お願いします。こう汚れてて、はい、あれですかね、あのちょっと濡らされて、はい、そうですね、はい、1ヶ月ぐらい、はい、やっぱこのシーズンだとどうしても花粉とか飛んじゃうの で、ね、はい、あのちょっと思ったんですけど、はい、リアタイヤってもしかして外してきた方が良かったですか？あの、はい、手の届く範囲内でも施工させていただくこともできますし、はい、こう外して、あ、なるほど、はい、わかりました、はい、ちなみに、はい、あのこれからなんかカスタムするかもしれなくって、はい、後からつけてから、はい、あの部分施工という形もできますので、部分施工もできるんですね、はい、あ、はい、なるほど、はい、それはいいですよね。2回目の洗浄っていうか泡です。今下地処理っていうのをバクツヤっていうので、はい、下地処理ですね、出し作業をさせて、バクツヤ、はい、ツヤを出すためのっていう。そうですね、はい、なるほど、ケミカルになります。
マスキング、今これは、はいはい、ポリッシャーで磨くので、はい、あのそこの樹脂部分とか、はい、そういったところがこう、はい、白くならないようにあ保護で、はい、保護します。磨いていきます。はい、はい、ちょっとした汚れ部分にって感じですか。そうですね、あとバックツヤっていう作業をしたので、はい、それで落ちなかった汚れを、はい、あのこの研磨で、はい、はい、落とします。なんかお水は特別なお水なんですか？なんか純水？そうですね、こちらは、コーツガの方は普通の水道水になるんですけど、はい、最後にあの純水をかけてます。わかりました、はい、ありがとうございます。1層目のガラス被膜を塗っていきます。わ、はい、かりました、はい。こちらの2層目の方を塗っていきます、はいはい、これがエコプラスレジンになります、はい、これはどういう効果があるんですか？雨で汚れが落ちるというか、あー、はい、なるほど、こう洗車をしなくても、あ、そういうことですね、はい、こっちがやってない方ですもんね。こんな感じでまあまあツヤっとしてますけど、うわー全然違いますねこれこれすごい、なんか滑り落ちそうなぐらい、あ、なんか力入れなくてもこうタオルが自然に滑るみたいな感じ、ね、はい、あ、すごいな。これをもう全体にやるって感じですね。それは何ですか？この EX ライトで裏を見ていきます。あ、はい、今日やったコーティングって、はい、そのどれぐらい持つみたいなのはあるんですか？耐久性、はい、ノンメンテナンスですと、はい、3年耐久3年、まはい、毎年メンテナンスがあるんですけど、はい、1年に1回のメンテナンスをしていただくと5年耐久になってます。1年に1回のメンテナンスはどういうことするんですか？メンテナンスはここのシマッテの入れ替えを、あ、うーん、エコレジンの入れ替えをします、うん、なるほど、もう1回じゃあ今の作業をするっていう、そうですね、はい、あー、はい、キーパーを押していきます、はい、お願いします。こちらのテープをビフォーアフターで、はい、分かりやすいようにこちら貼らせていただきます。はい、分かりました、はい、ありがとうございます、はい。おお、くっきりですね。わ、すごい。全然色違う。これ触っても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。質感は一緒なのに色が全然違います。すごい。艶が出ます。あ、本当ですね。色が濃くなるっていうか。はい、あ、これはだいぶ違いますね。わかりやすい。このタイヤもコースに含まれてるっていう感じですね。はい、でタイヤワックスになるんですけど、はい、でこの水性のものを使っているので、うんうん、あのタイヤを傷めにくいです。こうツヤが出ると全然違うので、うんうん、あ、なるほど、はい、完成、すごいピカピカうわー、すごいですね。はい全部反射してるって感じですごい。
ツルッツル。うわ、もう触ってても摩擦が一切ない感じです。めちゃくちゃ綺麗、滑らかだし、びっくりします。すごい、もう全方向どこ見ても輝きが違いますね。ほんとめちゃくちゃ嬉しいです。本日ですね、エコプラスダイヤモンドキーパー施工させていただきました、はい、こちらが施工証明書となります。はい、こちらのエコダイヤモンドキーパーは、日頃のお手入れですね、はい、1週間後か、すいません、ありがとうございます。以上、ガラスコーティングをお届けしました。キーパーコーティングの耐久性などは数ヶ月後にまたチェックしたいと思います。次回はタイヤ&ホイール交換の動画をお届けする予定です。ジムニーカスタムはシリーズ化しています。ご興味のある方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。